よく来た。ミスターポポ、嬉しい。どの Z バトルゲートにチャレンジするか。よし、では出発だ。Z 戦士たちの活躍により、地球がセルの魔の手より守られて7年。全宇宙の脅威、魔人ブー復活を企む魔導士バビリンが現れ、再び地球に危機が訪れる。そして、バビリンの企みを阻止するため、Z 戦士たちは最後にして最大の死闘に挑むことになるのである。なあ、兄ちゃんと組手やってみないか。わかるか、組手。うん、兄ちゃんが勉強やってるときによくお母さんが教えてくれたの。じゃ、行くぞ。よーい、始め。かかってこい。いくらなんでも無理だよ。お父さん強すぎるもん。さっさとかかってこい。どうだ、俺の顔面に一撃だけでも食らわせられたら遊園地に連れてってやるぞ。本当？お父さんが？行くよ。思いっきり来るんだ。いいな。よーい、はじめ。Go!
そこまで。お前、いつの間にそんな力。どうなってやがるんだ。まったく。言っとくが、手加減はしないぞ、御殿。うん、僕もだよ。よーい、始め。上位。なんだ、トランクス君。おい、何を張り切ってるんだ。気楽にやろうぜ。嫌だ、俺は思いっきりやる。バカ者、大人げないぞ。たかがお遊びじゃないか。俺は子供だ。わからずやめ。いい加減にしろよ。よーい、始め。これで終わった。上位。わー、やられた。強いな、僕。ちゃんの負けだよ。お金はお渡ししますので、どうかお願いします。当たったね。じゃあ始めようか。はい。残念だな。はっきり言ってお主は私の敵ではない。やはり王者はこの私だ。行くぞ。これで終わりにしてやる。いいから、さっさとやれ、バカ。はい。よーい、始め。
ならないものですけど、チャンス。これつまらないものですけど、チャンス。上位。やられた。さて、約束の金はちゃんと払うんだよ。最高の力で早く終わらせてもらうぞ。楽しみ。あの世での修行の成果とやらを見せてもらおう。そりゃ早く終わりそうにもねえな。行くぞ、スペアルカカロット。よーい、はじめ。
よーい、始め。不細工な間抜け面が魔人ブーカ、うん、怒っちゃった、もう殺しちゃおう。俺一人地獄には行かん、地連れにしてやる。よーい、始め。まだこの姿に慣れてねえんで、時間がかかってすまなかったな。怖い顔になったってちっとも怖くないぞ。さっさとやろうぜ。よーい、始め。you
でもとても面白かった。ここにやられたやつ。バカ野郎、前の俺と同じだったと思ったら大間違いだね。お前今度は絶対に殺すぞ。なんだと、でかい口利きやがって。よーい、はじめ。殺してやる。
は許さないぞ。殺してやる。俺と戦うつもりか？違う。様を殺すつもりだ。おお、おお。よーい、始め。Yeah!
さないぞ。絶対にぶち殺してやる。こそ未来においても二度と現れぬであろう最強の魔人の誕生だ。汚いぞ、てめえ。絶対にお前をぶち殺してやる。それが最大の目的だ。なるほど、そういうことか。納得。よーい、始め。
ブアーリー。くそ、貴様も必ずぶち殺してやるぞ。うわっ、ね、寝てやがるか、やろー、ね、やみやがって。おおほほ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 、変なやつ。よーい、始め。そこまで。よし、行くか。よーい、始め。
Yeah!
始めるぞ。用意をしろ。元気玉の用意だ。よし、カカロット始めろ。あ、やるな、ベジータ。見直したぞ。みんな、オラに元気を可能な限り分けてくれ。頼む。よーい、始め。嬉しそうな顔しやがって、ほんとムカつく野郎だ。全宇宙を巻き込んだ大激闘の末についに魔人ブーを消滅させた Z 戦士たち、地球を、全宇宙を守るため戦い続けた彼らはついに長く続く平和な時代を勝ち取った。サンキュー、頑張る。閻魔界で発生した大事故により悪の木の集合体邪念魔が現れた。え？邪念魔により巻き起こされたあの世とこの世の大騒動を収めるため、 Z 戦士たちは未知の強敵に立ち向かうのであった。
俺は悟空でもベジータでもない。俺は貴様を倒すのだ。よーい、始め。戦士たちの活躍により邪念馬は倒れ、あの世とこの世には再び平穏な日々が訪れた。 Z 戦士たちは世界を守る決意を新たにしつつ、それぞれ平穏な日々に戻っていった。